皆さんこんにちは、なるほど店です。今日もシースルーマッチ3で遊んできます。さあ、ほのかちゃんのラスト360ステージ攻略していきましょう。なぜか噛んでしまうという、難しくはなさそうな気がしますね。ほのかちゃんのステージ最後の方結構難しいステージが多かったですからね。それと比べたら、そうですね、紫色とかあればもっと難しいでしょうけど、特にあまり難しさを感じないです。嬉しいことに特殊ジュエルがすごい作りやすい。さあ、この辺壊しますか。まあ端っこですよね、やっぱり。ここ2ページないですよね、若干不安になりますよね。さあ、これで爆破させておいて、おお、すごいサクサク崩れますね。わあ、星もできた。はい、もう使います。すごいすごい、圧倒的破壊力とはこの子ですね。何かのフレーズですね、圧倒的破壊力みたいな。さあ、これで黄色壊して、まあ右下でしょ、もうちょちょいのちょいと。あ、でも回数は結構あれなんですね。特殊ジュエル作りやすい分、なんかあれなんですかね、爆弾作ってこっちから壊すスタイルでいきますか。さあ、なるほど、賢いですから、もう何だっていきますよ。さあ、ということで今回の動画は以上とさせていただきます。他にもたくさん動画を出ししておりますので、よかったらそちらもご覧くださいませ。ではご視聴ありがとうございました。